はい。どうも皆さん、こんにちは。いずゆかです。それでは今回なんですけども、VisaLinePay クレジットカード利用後の通知機能が追加、LinePay が ApplePay に対応ということで、今回は VisaLinePay クレジットカードと LinePay に関する内容ですね。まあ今日はちょっと Line のちょっとしたイベントがオンラインで開催されていましたので、そこで色々発表されてた LinePay に関する情報を一部ピックアップしたので、早速それも踏まえてお伝えしていこうと思います。それでは行ってみましょう。 ということで、今回ですね、大きく3つに分けてお伝えします。1,2,3番ということで、上から順にですね、お伝えします。 まず一つ目はこちら BLPC 通知機能ということなんですけども、これ勝手に僕が略してるんですが、Visa Line Pay トカードのことですね。それがまあ今右に出てるカードなんですけども、まあちょくちょく僕の方でもね、何回か動画にか上げてたんですけども、今回はその Visa ンペイク Pay トカードの通知機能が加わりましたよということで、それがこちらですね。Visa Line Pay トカード i t c Line 通知機能がアップグレード、カードショッピングも LINE ですぐにお知らせということですね。まあちょっとどんなものか ということなんですけどもこれまでですね、LINEPay で、まあ、もしくはそのチャージ &Pay を使って決済したら、即時、まあ、LINE の方には通知はされてたんですよね、お買い物するごとに。 ま、これはね、LINEPay を使ったことがある方であればもうほとんどご存知だと思います。使ったらもうすぐに即時通知が来てたんですけども、今回はもともとあったチャージペイとかの通知機能に加えて、9月の10日木曜日よりビザ、l i n e p a y クレジットカードでですね、単体で決済したらなんと即時通知が来るようになりました。 まあ、なので、もう、とりあえず、リザラインペークレジットカードでお買い物をしたら、もうすぐに LINE っていうのを使ってくるので、ありそうななかった機能でしたよね。で、実際にその即時通知されるメリットということなんですけども、これ公式ページにあったので引っ張ってきました。まず一つ目なんですけども、リアルタイムで把握できるということですね。ここはかなり大きいですよね。 それでリアルタイムで把握できることによってカードのこの使いすぎを防止、防ぐことができるということですね。やっぱりクレジットカードの特徴っていうのはやっぱり使いすぎってめちゃくちゃ大きいですよね。デビット、なのでまあデビットカード、プリペイドカードあたりがまあ管理しやすいってことをよく言われてたんですけども、今回は LINEPay の独自のツール、まあ、LINE ですね。もうこれも LINE しかできないようなことだと思うんですけども、即時通知が来ることによってこの使いすぎを防げると。 そして三つ目は、万が一身に覚えのない利用があったとしても、すぐに確認ができるということですね。なので、まあ、これら三つを踏まえても、まあ、一つの安心につながるというところですね。なので、これが即時通知されるメリットということになります。でですね、実際に即時通知されるのかっていうのをですね、体感したかったので、セブンイレブンで僕はビザラインペク,クレジットカードでタッチ決済を行ってきました。 で、ちょっと時間見ていただきたいんですけども、これはもう写真のフォルダー、もうすぐ時間が出てくるんですが、今日の15時26分にお買い物をしました。そして通知が来たのはこちらですね。 お払い七百743円お支払いが完了しましたということですね。一応セブンイレブンで決済したんですけども、ビザ加盟店というふうに出ております。で、こちらの時間見ていただきたいんですが、15時28分となってますね。一応公式ページには、まあ1分ぐらい遅れてきますよというふうに出てまして、で、僕の方でも大体1分から2分後ぐらいに通知が来たということになっております。まあそれはそれでもめちゃくちゃ早いですよね。即時通知と言わ、言えども。大体クリジットカードの決済してから3日4日でね、 マイページとかに反映されたりとかいうこともあるんですけども、やっぱりその LINE のメッセージ欄を使ってこういった風にメッセージが来るっていうのはかなり大きいですよね。けどですね、この通知の対象外の決済というのもありました。まあ、まあ、一部だけピックアップしたんですけども、まず一つ目はご利用金額10円以下ということですね。まあ、ちょ、10円以下になることっていうのは滅多なことがない限りは <laughs> 10円以下にならないとは思うんですけども、10円以下の決済だと通知対象外と。次に高級料金、 通話料、インターネットプロバイダーなどの継続的なサービスのお支払いとか、あとは返品取引の場合ということですね。なので、まあ普段からね、ずっと公共料金、電気代であったりとか、水道代とかガス料金とか、あと、まあスマホの料金とかをビザのイペクレジットカードにセットしてても特に通知は来ないということですね。あとは ETC や一部の電子マネーの利用も通知の対象外ということになります。 でですね、まあ、先ほどの即時通知とはちょっと少しだけ話がずれるんですけども。 つい最近ですね、ビザラインペイクレジットカードのポイント還元の対象外項目がまあ増えてたので、まあそこもちょっとせっかくなのでお伝えしたいと思います。まあ以前のものと比較したらこういったところが増えておりまして、例えばスマートフォンなどのお支払い方法に設定したご利用分に対してはラインポイントの還元対象になる場合がありますというふうな記載がありました。なのでまあ簡単に言うと、 D 払いプララスイインペイクレジットカード紐付けていると、まあ、僕はよくそういった使い方をしてるんですけども、そういった場合でも LINE ポイントが入る時があるということですね。他にもですね、送金であったりギフトカードの購入、あとバリューカードの購入、 こういったものはポイント還元の対象外となりますね。あとこちらも公営の機関や施設のお支払い、博物館等での入館料、一部の病院や診療所でのお支払いであったりとか、事前事業団体への支払いとか、あと郵便局での支払いもポイント還元の対象外となっております。以上が VisaLINEPEY クレジットカードの通知機能、そしてちょっとプラスアルファの情報についてでした。それでは次二つ目ですね。ここはちょっとびっくりしましたね。やっとかというふうに思ったんですけども、LINEPEY がついに ApplePay に対応するという情報が入ってきます それがこちらなんですけども今日はちょっと LINE のちょっとした大きなイベントがオンラインであっておりまして今出てる通りですね2020年中非接触決済に完全対応 LINEPay と ApplePay ということですねやっとかっていう感じですよねちょっとかなり待ち望んでおりましたでですねプレスリリースにあった公式の文をそのままちょっと読みたいと思います2020年中より ApplePay に対応し非接触決済に完全対応年内に LINEPay 残高でのお支払いにも Apple Pay を利用できるようになります。Visa LINEPay クリストカードを介した後払いでの利用に加え、プリペイド支払いでも iPhone や Apple Watch での支払いが可能になり、残高での決済可能箇所が拡大するだけでなく、日本人の慣れ親しんだかざして支払う体験を提供しますと。 いうことですね。まあ、今年いっぱいということになるということだったんですが、まあ、とりあえずね、対応したら、まず僕は使ってみたいなと思います。お得かどうかともかく、とりあえず使ってみたいですね。で、一つ気になるところがあったんですけども、まあ、これはまあまあ人によるかなと思うんですが、先ほどお伝えした Visa ンペイクレジットカード、そして皆さん覚えてますかねこちら JCB のプリペイドカード、l i n e p が提供する JCB のプリペイドカードですね。 まあ、こちらもいわゆるその l i n e イカードにはなるんですけども、まずこちらの v i s l i n e ペイクレジットカードの場合は、あの、タントンでおなじみの ID 決済っていう風な感じになってるんですが、で、今ですね、Android 版に関してはクイックペインに対応してるということになっております。なので僕が一つ気になったのは、 果たして、今度対応する Apple Pay が、ID 決済になるのか、クイックペイプラス、まあ、いわゆるそのクイックペイになるのかっていうのが、どっちになるのかなっていうふうな、ちょっと個人的には気になっているところではあります。まあ、けどま、Android がクイックペイなので、ま、Apple Pay もこの流れであれば、クイックペイの流れになりそうですよね。けど僕が個人的に好きな決済法に関しては、クイックペイ。 以上が2番の LINEPay、ApplePay の対応についてでした。最後3番目、LINEPay と東京ガスということで、これちょっと面白かったんですよね。ちょっとですね、プレスリリースにあった、そのまま題名引っ張ってきたんですけども、業界初、ガス、電気料金等の請求からお客様による支払いまで LINE 上で完結へということですね。これもどういったことかということで中に入っていくんですが、 これそのままちょっと文章を引っ張ってきました。まずここですね。この度、両者が実現する目指すサービスは、払い込み書でガス、電気料金等をお支払いいただいているお客様を対象に、東京ガスの LINE 公式アカウントを介して、m y 東京ガスと LINEPay のお客様情報を連携して、月々のお支払い金額情報を LINE 通知メッセージでお届けすることで、通知メッセージから LINEPay での 支払いわゆるこれが先ほどの題名にあったようにこの支払いまでの流れに関することを全部 LINE だけで完結することができるということですねそしてここ本サービスの提供によりスマートフォンをお持ちのお客様はご自身の生活スタイルに合わせていつでもどこでもお支払いができるかつ 払い込み書のバーコードを読み取る手間もなく、支払いをペーパーレスで完結できるため、利便性が向上します。また、お支払い金が近づくと、なんと、再度通知メッセージが届くので、支払い忘れの防止も期待できますということですね。なのでね、普段からね、払い込み書で支払いされている方であれば、下に出てるような払い込み書を使って支払いすることがあるんですけども、今回は、 これさえもなくすようなことができるということになります一応それに関するですねまあ、ちょっとした図があったので引っ張ってきましたまずはちょっとここの最初からですねお客様ということで丸一番の東京ガス LINE 公式アカウントから請求書支払いのペーパーレス決済をまず登録するとでそこからこの東京ガスから請求書金額等のデータを連携するとこれを LINEPay と東京ガスで連携をすると そして3番目、LINE 通知メッセージでお支払いの金額情報を通知するとここで確認ができるということですね。で4番目、LINE 通知メッセージでの支払い忘れ防止のために再通知、リマインド通知をしてくれるということですね。なので、ああ、そういえばということがないように、それさえも LINE を使って防ぐことができると。 で、最後5番目、ガス料金等のお支払いということですね。なのでその最初に連携さえすれば、このループができるので、なので今の発表の限りは東京ガスしかないんですけども、まあ、ちょっとした実験であればね、他の県とか、まあ、福岡とかもそういったのを取り組むのも結構早い印象があるので、もしね、これに対応すればね、支払いの仕方もいい感じにスマートになりますよね。 ということで、今回は大きく3つについてお伝えさせていただきました。Visa LinePay クレジットカードの通知機能、そして LinePay が ApplePay に今年中に対応すると。で、最後、LinePay と東京ガスのちょっと面白い支払い方法についてでした。まあ、そんなこんなで今回はちょっと久しぶりの LinePay の話題についてお伝えをさせていただきました。ちょっと今回はね、Line のそのオンラインのイベントがリアルタイムで確認することはできなかったんですけども、かなり充実した内容ということでございました。まあ、他にもね、いろんな情報を ラインペイ以外も他の情報が結構発表されてたのでまだまだねちょっと LINE の今後も結構楽しみになりつつあるところではあります一応今回参照させていただいたですね LINE の公式のプレスリリースとかに関する情報も下の概要欄に貼ってますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました